ビジマレと草川さん、クリスティアーノはどっちに動くか、場所を挙げた真ん中に江坂入って左足、ナイスキーパー、味方でボール奪ってからのカウンターですけど、はい、相手の前に、ね、コース取りながらいろんな選択肢だったと思うんですよ。マテウス・サビオに出せます。その古賀です。北詰めを狙った、右足だ、これいいボールでしたね。幅使った攻撃入ってたら素晴らしいゴールですね。清武治療中ですが試合は再開されます。ファーサイドまで伸びていく、いや、ここもよく足伸ばしました。速いボールがファーへ、ヘディングで終わって、なんとか触った、クリア、なんとか気持ちに伝わりました。ファーを狙っている感じはありますよね。そうですね、先ほどのジョアン・シミッチのもう決定的なこれヘディングシュートです。こう足元でバウンドで非常に難しい、本当ギリギリのところですね。藤井です。藤井深いところまでえぐっていった、クロスボール入れる、ヘディングシュートは足で、東口スーパーセーブ。いや今のはよく止めましたね。今日が35歳のバースデー、一つビッグプレーをしました。いやここ藤井選手ね、一人で仕掛けながら変化つけていきましたよね。まあ、このクロスボールも非常に良かったです、高木松浦も寄せていきます。中央の瀬古、ミドルあるのか、ミドルでシュートを打ってきました、こぼれ球、まあ、ここもね本当前のスペースがあれば狙ってくる力はありますし、はい、非常に抑えの効いたいいシュートですよね。いいシュートでしたね、はい、庄司ついていたのはセカンドを松浦が取った、マニーニョ中央、松浦、マニーニョ左足、いいよ、このシャドウの位置でかなりね絡んでますよね。いやそうですね、まあ、もうクレイベ選手から落ちることが分かっているので、はい、もう松浦選手もマギノ選手ももうその次の動きを取ってますよね。非常にいいですね、うん、さて石原のロングフィード、旗が出てきた、中3枚入ってくる、旗折り返し、後ろから高橋よ、自分が予測したところにボールは来たと思うんですよ、まあ、このボール良かったですね。多分松野ここは狙ったところに来たと思うんですけど、はい、ちょっと体を投げ出すところまでがなんですね。高橋も枠には飛ばしたんですけどね、よかしてました。さあクルークス自分の形に持ってきて鋭いボール入れてきた、ハンマー、クルークスからハンマーでした。もうなんとか追いつきたい福岡、逃げ切りたいガンバ。さあゲーム再開、フリップ、クローリー、ナイスキーパー東口、片手一本、ナイスセーブ、よく触りましたね。それに対してここで触った後右足のアウトサイド、それに対してよく触りましたね。右手一本、スーパーセーブ、至近距離のシュートを弾きました東口。浮き球のパスでファンガラーノですが、エベラウド、バラウン抜け出してシュート、うん、東口もう一度ここ、ああ根本が狙っていました。攻める時間が続いている鹿島アントラーズ、低いボール、ここもニアです。プラタがよく当てました。もう一度ピツカが拾います、横に入れて長戸からピツカ、裏を狙っている、シュート犬飼、まあ、そこで絶対ワンツーが来るっていうのは分かっているので、はい、まあ、そういうコンビネーションはね理解してますよね。ミサオ低いボールスルーをして抜け出した、アルトゥール回帰、マイナスのパス、ヒルエラスでシュート、ファンガラード、3人でミサオ選手からのねこのスルーから抜け出しですよね、まあ、連動しますし、まあ、このエブラウ選手のキープからヒールで、
こういうシーン今日は何回も見てますよね。あと本当に、ね、抑えて決めるだろう。子供たちとか真似してもらいたいですよね。はい、チャラディップ中央福森ジェイゴールキーパー東口敗戦。ここですよね。ここちょっと強くいきたいですよね。はい、チャラディップ上げた J6、 ただガンバの選手は先に触りました。高尾です。体の向きが悪い選手なんかは、ね、こう徹底していきますので、このシュートですけども、うん、もう少しこう流せれば、ね、よかったんですけども、しっかり当たりすぎましたね。はい、アラのドリブルで運びます。裏に抜けるチャラディック、中央にはジェイ、小林は来た、シュート、東口安定しています。いかがですか。いや、止めてから、ね、シュートの選択なんかもすごく良かったですし、叩きつけたいいシュートでしたけど、間もなく残り時間10分とアディショナルタイム。チャナティップから金子拓郎強烈、東口こぼれた。最後詰めたところの東口が防ぎました。先ほどの金子のシュートシーン、何度も窮地を救ってきました東口。低いボール変化をつけてシュートダイレクト、パスを出してうまく中川回り込んで入った。横パス和田ワンタッチヘディング、東口を抑えました。マルコスジュニオールのヘディング、東口触りました。やはり宮代はニアに来ます。大きく曲げて逆サイドカカー、山本入りますね。そこのやはり脇であったり、そのスペースをうまく使いながらという展開になるでしょうね。先ほどと同じようにジエゴは長い助走を取ってボールを一度タオルで拭いてから近くの鈴木徳馬にスローインを入れていくというフェイクを見せます。ここは中に入る宮代のシュート。さあサンタナです。サンタナの左足です。惜しいシュートになりました。いや、こうまくワンツーって形でしたけれども、切り抜けてドリブル、ディフェンスが下がったところで左足のシュートですね。まあ、中央のレーンでしたから大きくシュート打ちましたね。さあ、ここはゴール中央、東口パンチングでディエゴ・オリベイラ呼んでいます。三浦がついて折り返して阿部がやってきた。レアンドロ、レアンドロシュートだ。今3人同時交代を準備しています。あ、庄司もいますね。後ろを増やすのか。小野とチュセジョン、チアゴアウベスを下げます。矢島、庄司、倉田投入です。ボレーシュート、松尾です。高木です。松尾が起点になって袴田、高木も来る。こぼれ球、渡辺和真、東口です。外から斜めのボールが入った瞬間に3人目4人目が来ましたね。はい、こういったやっぱり続けたアクションが横浜市は1人多いのでより作れると思いますし、まあ、シュートもテクニカルでうまかった。その裏を狙いたいガンバ。さあ、まずこのセットプレー、右足インスイング、キーパーの前、セカンドボール、シュートはフェイク、左足のシュート、ポスト、こぼれ球、東口キャッチ。いや、完璧なシュートでしたね。そうでしたけどね。伊沢からのボール、泉、泉ヒールでつなぐ。ここに荒木が入ってきた。荒木カットインして、ここでシュート巻いていく。ことができなかったと話していましたが、細谷奪い取って前を向いてシュートまで行くかどうか。シュートだ、東口キャッチ。引かずめ、クリスティアン、クロスもいい選手です。引かせました、引かずめ、ワンタッチクロス、シュート、東口。豊島、攻撃の起点になろうとしています。サビオ、神谷、シュート、東口。足首の怪我から復帰したばかりです。いいプレーを見せました。はい、入口中に入っています。こぼれ球、小柏が行く、プチッチ、左足シュート、こぼれ球、和田、東口止めた。ビッグセーブを見せました。小柏が来た、金子、シュートだ。田中、タコをつけて金子、小柏だ。
強烈でしたね。そうですね、金子に入った瞬間やっぱこうボールを見てないというかプレーの連続で対応しました。ショルツ、小泉です。関根、おお、逃げたチャンス、ゆるき打った、ナイスキーパー。どうしてかもしれませんけども、はい、東口がね、本当ですけど、まあ、これだけ決めてくれたら、そうですね、前の選手は、一緒に走らせていけないですし、まさにこれこそですね、はい、前に出ました、岩波、セカンドボール、田中、以前、ゴール前に酒井が入ってます。いや足狙った、おお、あと止めた、小泉の左足、まだある、小泉の粘った、小泉パス、あ、回らないか、遅く落とした、小泉、大久保、西田狙った、ショルツがつく中パトリックに当てます。実はショートコーナーからもチャンス作りましたが、ここもショートコーナー少し目先変えてダイレクトで入れてきましたが、東口です。東口いい判断です。そして東口のスローイング、キッカーマルコスジュニオール伸びてきます。岩田ですね、岩田が取って、ウベルドリブル引きつけて左サイドが空いてきました。前田カットイン、戻す、荻原左足強烈、触った、いいボールですよ。少し引っ張られてますけど、まあここよく合わせましたね。そして東口もこれ結構ボール抜きでも強かった。香川も後半で2つありました。今度は右サイドから小出から中に入っていった。いやー、町田がいい飛び出ししましたしね、いいコントロールからね、こういう投手において素晴らしいですよ。なんとか東口、体に当てましたね。ここら辺の判断はやはりトップクラスですね。もう一度落とします。相馬、前田が間、門を作る、高尾がつきます。吉田が入れてきました。手組んで返した菅沼です。稲垣、見て受けました、旗手、家永右足、レアンドロダミアの脇坂、正面、また抜きパスと、まあ、背中向きのところがコントロールで少し相手を動かして、まあ、シンプルなワンツーに見えるんですけども、それぞれのやっぱり行き過ぎな高さは出てますし、まあ、レアンドロダミアに引きつけられる分、その後ろにうまく脇坂が入ってきて打ってるんですが、柳沢もよくカバーしたなというところですね。ここでちょっと足を柳沢は痛めてましたが、プレーを続けます。代わって入った山村のファーストプレーです。レアンドロ・ダミアン、宮城、アウトにかけて大島から小林、あっ、ね、ここはシュートを打ったか、東口対応、持っていってマイナスのパスから大橋、東口見事なセーブ。そのゾーンどう入っていくか、湘南一番遠いところからヘディング、これも東口のセーブだ。これも低いところね、